28歳派遣社員です。スキルを身につけ転職やフリーランスになりたいので、前から興味があった動画編集やウェブデザイナーを両方学べる50万ほどの講座スクールを受けようと思うんですが、昨今前期の職業は未経験からの転職はお勧めしないというような話をよく聞くので、受けない方が良いでしょうか。はい。また変えるなら前期の職業に興味を持っている僕からどんなスキルや資格を身につければいいですか？長文で複数すいません。質問すいません。勉強して何かのスキルをつけたいは全然ありだと思うんですけど、50万払う時点で僕間違ってると思います。はい。僕、プログラムとかやりますけど、そのネット上にあるものだけで全部覚えたんですよね。で、うちの彼女ってウェブデザイナー、で、まあ、後の彼女というか、妻というか、奥さんというか、パートナーというか、サイ君というか、まあ、なんですけど、で、もともとそのウェブデザイナーで GMO インターネットっていう会社に入って、で、その後ヤフーに転職したりとかあるんですけど、別にその、なんか、どっかの専門学校が入ったわけじゃなくて、ソフマップでバイトして、Mac 買って、で、自分でその、イラストのイラストレーターだったり、フォトショップとか使えるようになって、で、バイトとして就職して、で、正社員に上がったっていう感じなので、なので別にそこら辺のプログラムとかアプリケーションを使えるようになるのって、独学でも全然できるんですよね。なので、独学で勉強しようと思ったら、いくらでもネット上にそういうサイトとかあるので、なのでさっさと勉強すればいいんじゃねえのって思いますけど。で、別に独学でできないのであれば、学校に行ってもできないと思うので、50万払うぐらいだったら、そこら辺ちゃんと勉強すればいいんじゃないかなと思います。ひろゆきさんの嫁さんに投げます。2440円。こういうのを、うちの彼女というか、妻というか、奥さんは、なぜか、聞きつけて、お前2400円もらったんじゃねえの、あれ私のだよな、みたいなことを言われて、なんか怒らされたりするので、気をつけてください。はい。